日本自由党は1945年から1948年まで存在した政党。1945年10月、旧立憲政友会系の鳩山一郎、河野一郎、足田一志らを中心に旧立憲民政党に属していた三木武吉らも参加して決闘。直接の母体となったのは政党解消後に旧政友会政党派の抑散政治に批判的な 議員が中心となって結成した、会派、同公会である。同公会は翌3選挙で9名しか当選者を出せず1942年5月に解散したが、その後も、同志的結束を崩さず敗戦後直ちに自由党の決闘に向かった。鳩山一郎を中心とする自由党は、保守政党人や財界人らによって、戦後保守政党のはず名乗りを上げて結成された。 ポツダム宣言を実践し、軍国主義的要素を根絶、自由な経済活動を促進などを考慮に掲げ、軍国主義の打破と民主的な責任ある政治体制の確立、自由経済による経済再建、思想、学問などの自由の保障による文化の振興を掲げた。1946年、第22回衆議院議員総選挙で自由党が第一党となり、 鳩山への対名効果が確実であったが、連合国軍最高司令官総司令部より、公職追放命令が出たため鳩山は、吉田茂に、後継総裁へ、就任要請し吉田は受諾。吉田は一旦総務になり、第一党の代表として、対名効果を受け5月22日内閣総理大臣に、就任した。その後、三木武吉公職追放後は、総務会長に、 そして、8月の党大会で正式に総裁に就任した。日本国憲法制定後の最初の第23回衆議院議員総選挙では日本社会党に敗れて、第2党に転落、下アした。ありがとうございます。